はい、おはようございます。ムカブログです。今回はね、1日 Vlog を撮っていきたいと思います。はい、これは完全にね、寝起きの状態でカメラを回してます。はい、めちゃくちゃいい天気、この日は25度ぐらい仙台はありましたね。まず起きて洗い物を、昨日貯めてた洗い物をしていきます。はい、で朝ごはん食べようと思ったけど何も冷蔵庫にはなかったです。で天気が良かったんで朝のうちにもう洗濯回して干していきます。はい、で今日は8時半ぐらいに家を出ました。すごいね、天気良くてね、テンション上がってます。まずね、午前中オフィスにちょっと来て自分の YouTube の編集をねしていきたいと思います。会社とねオフィスは自転車で10分ぐらいの距離にあるんで、だいたい編集するときはオフィスに来てます。で午前中にはもうね編集終わって帰っていきます。今日はね、午後はね、友達とねチャリ旅をねしていこうかなと思います。まずカフェモーツァルトさんに来ました。ここテラス席もあって風がすごい気持ちよかったです。メニューはねこんな感じになってます。すごいね、雰囲気が良くて大好きなカフェの一つです。これはね、友達が頼んでたベーグルセットで、僕はねベトナムご飯というねメニューにしました。はい、すごいね美味しそうでボリューミーでしたね。で混ぜて食べるんですが、これがすっごい美味しかったです。はい、友達のもね一口もらって、すごいね、蜂蜜が入ってすごい甘かったですね。うん、美味しかったです。アイスコーヒー飲んでリラックスできました。でね、その後ねチャリでまた移動して、今度はねカルディに来ました。でカルディではねワイン見て、でねパスタ買って、夜はねちょっとねボンゴレをね作っていきたいなと思います。はい、でねちょっとドンキによってバスケがちょっとしたくなったので、バスケットボールを買いました。はい、でまたね自転車で移動して、一旦ねちょっと家で荷物置いて休憩してます。で今度辻ヶ丘公園にちょっと移動して、こうバスケットコートがあるんで、これバスケをしていきたいなと思ったんですが、かなり人がいてどうしようかなって今悩んでるところです。まあ、思い切ってねちょっとね行ってみることにしました。まあ、1回目ね投げてリングに届かず、ドンキで買ったバスケボールはちょっと空気がなかなかしっかり入らなくて、ちょっとね難しかったというか感覚がつかめなかったですね。まあでもね、家からすごい公園近いんで、ちょっとバスケやっていきたいなって思ってます。でね、夜7時ぐらいにパスタをね作っていきたいと思います。ニンニクをねオリーブオイルに香りをつけていきます。油がかなりね跳ねてました。でここでねアサリを投入して、で白ワインもね入れて、ちょっとね火を強めて煮立たせていきたいと思います。まあ、味付けはね基本これでもうボンゴレはねいいので、特に何かをするってわけではないんですが、火がね強くなってアサリが開いてきたら、ここでパスタを投入していきます。でしっかり絡めて、で汁気がねなくなったんで、まあこれ塩を投入して、バジルもねここで投入して、これで完成です。で盛り付けます。しっかりね簡単なんで、パスタは一人暮らししてるんで、まあ週に2回ぐらいはねパスタ作って食べてますね。はい、完成しました。今回はねボンゴレと、でスーパーのね刺身も一緒に、なかなか男2人でワインなんてね飲む機会ないんで、まあ特別な日っていうことでいいかなと思います。いざね食べてみて、すごい美味しかったんですけど、何かが足りないっていう味でした。多分白だしか、まあ塩をねもうちょい振ってもよかったのかなと思います。でもねとても美味しかったです。で友達とね星野リゾートの YouTube 見ながらワイン飲んで、有意義な時間を過ごせました。で夜11時ぐらいにはもう睡眠ということで、今回の Vlog は終わりになります。今後ね、どんどん Vlog 上げていきたいと思うので、ぜひご視聴の方よろしくお願いいたします。それではまた。